クイーンズボロ橋、クイーンズボロ橋、英語、クイーンズボロブリッジは、1909年に完成した、ニューヨーク市、イースト川に架か,かる、片持ち張り橋である。正式名称は、エドコッチクイーンズボロ橋、エドコーククイーンズボロブリッジ。橋のマンハッタン側が59丁目と60丁目の間に位置するため、59丁目橋、5ナインスストリートブリッジとも呼ばれている。 橋は、クイーンズ区のロングアイランドシティ地区から、ルーズベルト島を通って、マンハッタンと結んでいる。橋は、ニューヨーク州道25号線となっており、州道であるのは、橋の西から4つ目のスパンまでである。ニューヨーク州道25号線は、橋が西端となっており、以前は、NY24 と NY25A が走っていた。橋の北側には、横に独立したルーズベルト島。 トラムウェイが走っている。2008年の日、平均交通量は176,306台。2010年12月、市は、橋が、クイーンズボロ橋から、全市町江戸こっちに敬意を示して、江戸こっちクイーンズボロ橋に改名することを発表した。改名の決定は、クイーンズの住民や、在海人には喜ばれず、多くの地元住民が古い名称を使って橋を、呼んでいる。 マンハッタンにロングアイランドシティをつなぐ橋の重要な計画は1838年から始まり、1867年には民間企業による投資が初めて試みられた。この努力は結実することはなく、この会社は1890年代に破産した。成功した計画は市の新しい橋部の下1903年から始まり、 ウィリアムズバーグ橋を設計したレファートエルブックとヘンホルンボステルが協力して1902年に橋委員会の新しい地位に就いたグスタブ・リンデンタールが指揮した建設はすぐに開始されたが暴風の中労働不足により不完全だったスパンが崩壊ダイナマイトで爆破することが試みられたし橋が完成するまでには1909年までかかった橋が 一般に開業したのは1909年3月30日であり、約1800万ドルと50人のコストがかかった。セレモニーが行われたグランドオープンは1909年6月12日に行われた。橋は初期のルーズベルトアイランドという名称よりブラックウィルズアイランド橋として知られていた。 1930年から1955年にかけて、現在はルーズベルト島として知られる、ウェリフェアに自動車や歩行者を輸送する乗り物エレベーターがあった。これは1970年に取り壊された。クイーンズボロ橋はダブル型持ち張り橋でルーズベルト島の両側の海峡を越える、二つの型持ち、両スパンを持っている。橋はスパンを吊り下げてはおらず、角。 側からの片持ち張りは、スパンの中間点まで達する。下記は五つのスパンと出入り口の長さを示している。1917年、ケベック橋ができるまで、マンハッタンとルーズベルト島の間にあったスパンは、北、アメリカで最長の片持ち両スパンであった。橋は二層になっている。最初は、上層は歩行者を収容して、二本の高架鉄道の線路、 クイーンズボロプラザ高架駅への2番外交架線と接続したがあり、仮想は4車線の自動車道、現在のアウターロードウェイ、歩行者用のトロリーレーンに車線があった。トロリーは橋の途中で停車し、クイーンズとマンハッタンの乗客をつないでおり、ルーズベルト島へエレベーター、または階段で降りることができた。橋で運営されたトロリーは、1957年4月7日まで、 運行していた。鉄道は2番外交架線と同様に1930年代後半から1940年代前半にかけて撤去された。トロリーレーンと橋の中間駅、階段も1950年代に撤去され、橋の自動車用の車線の11車線となった。料金は自動車が橋を通過する場合には課されていない。橋は数年間、 老朽化していたが、1987年から、江戸コッチクイーンズボロ橋の修復が始まり、3億ドル以上のコストをかけて、いまだ進行中である。橋の上層には、自動車用の4車線があり、橋の片持ち両トラス構造やニューヨークのスカイラインの、素晴らしい眺めを見ることができる。下層には、自動車用の4車線を含む、乗り物用の5車線と南側の自動車用の、 アウターレーンがある。北側アウターロードウェイは2000年9月に永久の歩行者、自転車道として変換された。橋へのマンハッタン入り口は現在は橋の下のフードエンポリウムブリッジマーケット及びレストラングアスタビーノスの上品な天井となっているグアスタビーノタイルで支えられている。元はこのオープンエアの散歩道はブリッジマーケットとして知られており、 ホルンボステルの橋を市に快く受け入れてもらうための試みの一つでもあった。2009年3月、ニューヨーク市教100年委員会は、橋の開通から100周年を記念したイベントのスポンサーとなった。橋は、この100周年の年に、米国土木学会によって、歴史的国家土木建造物に指定された。エドコッチクイーンズボロ教は、 ニューヨークシティマラソンの最初のマンハッタン入り地点、及びごく自転車ツアーのマンハッタンの出口地点となっている。鉄道路線 BR2 本の都市交通の線路に加え、橋にはさらに4本の路面電車の線路があった。次のクイーンズへの路線は橋の上で運営されていた。1910年から1919 19年にかけての3番街線の42丁目。 クロスタウン線であるワンマンハッタン線も橋の上で運営されていた。バス BR 橋では932の路線バスがエンティニューヨークシティトランジットによって960と901ローカルがエンティバスによって運営されている。橋にはさらに20の急行バスも東行きのみ運営されている。これらバス路線は西行きにクイーンズイコールミッドタウントンネルを使用している。 これらは、エンテバスの QM1、QM2、QM3、QM4、QM5、QM6、QM7、QM8、QM10、QM12、QM15、QM16、QM17、QM18、QM20、QM21、QM24 およびニューヨークシティトランジトの X63、X64、X68 である。路線別の橋を通る。 バス路線の平日の平均利用者数は、9, 12, 9 14, 3二12217、960、14427、901、3416、q 千四百十六、q m 五百九十二、q m 百九十四、q m 百二十九、q m 五二千十四、q m 六千四十、q m 百五十七。 QM8 566 QM10 356 QM12 499 QM15 1259 QM16 382 QM17 402 QM18 235 QM20 1104 QM21 377 QM24 1210 X63 714x64 396x68 588である。文学。音楽。映画。テレビ。ノーツビブリアーグロフィ。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。